ウーロン茶ですね。はい。あ、あれ。あれ。ああ。そうなんですよ。そうなんですよ。何が？裏見てください。おお、すごいやん。そうなんです。なんなん、気使ってくれたんこれ。そうなんです、みんな気使ってやってくれましたね。そんなことやらしあかんでだって、はい、そんなわけで本日、新井誠二代表なんと4月7日、誕生日ということでやってまいります。おめでとうございます。はい、お前ほんまにおめでとう思てへんやろ。でもな、爆睡中にいきなり起きてありがとう。お前なんだあれ、なんかやらされたかマックス。ありがとうございます、はい、今日で33になりましたね。なりました、もう正直33になってこんなにホストとかやってると思いませんでしたからね。あやめたいなって、もう稼ぐもう稼いだし、もう早い女の子騙すのも大変なんでね。やめようかな。もう言っちゃった、うん、はい、思ってます。そんなわけで、はいはいはい、今日はね、久々にゲストがあるんです。ゲストがあるんですよ、今日あるんですよ、ゲストがいるんですよ。はい、今日はいいですか、今日は CM 飛ばして。もうオープニング飛ばしちゃっていいんですかね、これ。いいの、ダメ、誕生日でもダメ。誕生日だからダメなの。じゃあ、クーちゃんお願いしよう。はい、CM 飛ばさせて、オープニング飛ばさせて、オープニング飛ばして、オープニング。めっちゃずれてますね。あんたやんずれてるんだって。そうですね、今日はですね、紹介しましょう。はい、今日のゲストは、今日のゲスト、久しぶりのゲストですね、久々ですよ、はい、あんたが呼ばへんからやんか、あんたーなんで、ちょっとなかなか夜中に歌舞伎町、うるさいでー、はい、これ、歌舞伎町の中心で、めちゃくちゃ叫んでますからね、本当。今日ね、ゲストっていうか、ニコナイトの今日 の告知をしよう思ったんですけど、はい、僕誕生日すぎて、はい、誕生日すぎてって意味やから、ね、うん、誕生日の告知してもうたから、僕その後入れられへん、いいね100件欲しい言うて、あ、はいはい、それ入れたらそっちにいいねなるから、そのくだりが、いや、そのいいねあるやったらこっち行ってくれみたいな、ナイトチューブ行きたいですね、あるから、はい、いやもう両方しましょう。じゃあ新水優、はい、グラミスからですね、はい、同じ2部なんですよ、僕の唯一少ないお友達というかなんですけど、ひらがなのゆうとくんってみんな知ってる？知らない？知らなかったらこのまま帰らせるんで。隣にいるんですよ。コメントがなかったら。知ってる？えとかおとか入れてるけど、これは絶対スタッフさん。この辺だけはほんまにそういうのはあるんです。そうですね。いつも。あ、これもスタッフさんですね。いや、もうちゃん。もうええわ。ゆうとくんです。雑っ、ちゃうで、言うとくけど、よいしょ、リスナーたちさん、なんですかね、はい、リスナーどもって言ったのか。はいはい、もう結構ね、やばいけど、そうそう、アップいいっすね、アップいいっすね。いや、いいね、僕かぶってても、せいじが通るぐらいのやつがかぶってる方が、ちょうどかけてない方がやばない、俺。でも今日なんか髪型いい感じじゃないですか。あ、本当ですか。髪切ったんですよ。あ、切ったんですか。うん、さすが、誕生日前に気持ち入れ替えてる感じですね。いや、もう誕生日結構前ですね。結構前なんですね。あんた髪染めたやろ。染めたあ、じゃあちょっと自己紹介ちょっと行こうか。あ、わかりました。はいはいはい、せっかくなんで、新数グラミスの、はいはいはい、代表してます、うん、ゆうとと申します。知ってる人とかがいたら嬉しいんですけど、まあ今日せいじさんのやつ出してもらって、僕から今回出してくださいってお願いしたんですよね。違う。あれ違う。いや、僕からお願いした。あんた先週ブチったやん。
いやいや、2週間後って言ってたじゃないですか。いや2週間後やで。いやもっと前から話してて、はい、実際、あのここでも多分先週話したよな。先週ですね。の、はい、ユートは、はい、あの出るってなってたけど、はい、ユートは絶対起きてるけど、あいつはぶちろうとしてる、めんどくさいから。いや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 、来てない、してない。だってあんた、あの何時からですかって言われて4時半って言った時に、え4時半ちょっと早いですねみたいな下りを入れとったから、こっち電話、いや違うさ、もともと電話出ないですよ。いやいや、そんなことない、そんなことない、めっちゃ電話出ない、でも出ないですよ。せいさん、このご飯食べに行きましょうよとか一切電話かかってない。俺めっちゃ悪い、めっちゃ悪い。今まで本当に、いやでも一回ありましたね、それ。そういうこと、いや、はい、結構あるわ。せいさんが言うとなんかすごい、なんかもう大ごと、なんかほんまに悪い、ほんまに悪い、もう悪い気してきた。なんでそんなお猿さんみたいな感じでしょ。いや最近短いのがね、ちょっと流行りつつあるかなと。それはセットしてる、します、します。これ、はい、ジェル、ジェルっす。簡単に2秒やろ、これ。2秒っす、2秒っす。やばいな。でも早い方がね、なんかあの韓国人ブームやったらそういうの狙ってる。いやいやいや、もう、ね、結構みんな長いし、こう被ってくるじゃないですか。だからちょっと覚えてもらえるように。みんなそうですね、同じような髪型。そう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 。ちなみにチンコは被ってんの？被ってますね。何言わしてんの？恒例の、何言わしてんの？恒例ですね。何言わしてんすか？えーって何？えーってえーって何？やっぱイメージあるからな。あ、確かに。イメージ、どんなイメージですか？めっちゃ。いやだって浜崎あゆみがうんこすると思わないでしょ。まあ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 、思わないです。安室奈美恵もうんこすると思わないでしょ。しないですね。しますから。いやいや、しないです。みんなします。あゆみもしますからね。いやなんかでも、なんかこうするから、いや進化していって、こうケツ毛生えとるから。ケツ毛は生えてないでしょ。ケツ毛生えとる、生えてないですか。可愛いやつに限ってケツ毛生えとる。まあまあ、安室ちゃんとか沖縄ですからね。ああ、ボボそうやな、ボボかもしれないですね。背投げからこういって。あ、でも沖縄人やんな。沖縄、沖縄人やから、なんか沖縄の女のことを結構してんちゃう。してます、してます。背中毛からつながるケツ毛もある。僕ね、ほんとハーフ好きだったんですよ。ハーフ、ハーフが、沖縄ハーフが多いんで。え、それ何、あの大阪と東京みたいな。いやいや、アメリカと日本。アメリカと日本、あ、なるほど。アメリカに占領されてるというか、領土になってるから、はい、るから、それで、あのアメリカ人が風俗行って。違う違う違う、違う。そんな感じで生まれた俺。分からへんけど、お前ハーフか。お前ハーフちゃうやん。じゃないけど、いやなんか当たれやんか。スナックのママと、あの、なんかタイ人に、タイ人の愛人の親父と。やめとけ、人の親父を。なんかありがちな、なんか設定ですね。ありがちっていうか、何それ、そういう話があった。何、ビジネス家庭環境みたいなやつ。なんかそういう、今日はじゃあ酒飲んだでしょうか。ユートだけ潰して帰ろうかな。これもらっていいですか、今日月。みんな知ってるこれ、今日月っていう。違うんですよ、あの、せいじさんたち、これ終わって速攻の仕事でしょ。そうです、うん、僕ら7時なんで、うん、結構時間だからない。これをこれ、あ、もう一発目、よっしゃ。一発目かな、なになに、上からか、うん、混ぜない。しかも混ぜないっていうね。混ぜない、ちょ、おめでとうございます。逆パターンってちょっとやってみて。やります、やります。上が濃いパターンってなかなかないやん。なかなかない。下が濃いパターンって結構あるけど、はい、まあ今日は誕生日だからっすよ。ああ、全然じゃないですよ。絶対やんないから。色がもう、あ、でもほんまに途中で帰りたくなったら全然帰っていいんだ。わかりました、じゃあ飲んでから帰ります。飲んでから帰る。お疲れさーん。おめでとうございます。お疲れさーん。あ、グイ G U I グイグイグイ。ちょっと待って、ちょっと濃いわ。お前バセるんだよ。お前何したんだよ。いやいやいや、今検証するんだよ。上今日うるさいわ俺。いや今日嬉しいんでしょ。うるさいわ俺。今日嬉しいんでしょ。嬉しいかもな。なんかこう33になるのが嬉しくて、ちょっと高まってるから。ごめんやけど、年取ること全く嬉しくない。久しぶりの底抜け感出てますね。でも今日はあれですね。もうすごい、あの、嬉しいっていう、嬉しいですよね。嬉しいですね。飲んで飲んで。遅いね君ね。なんか今日すごいな。自分が甲本に見えるわ。甲に切ったからかな。いや、氷ない、氷ない、い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 い、そんな飲まさなくても、別に僕全然喋るんで。僕ね、ウルトラマンの敵の、はい、買った、怪獣買ったんですけど、こういうやつだったんですよ、ね、はい、なんか、あれみたいです、逆さまなんですけど、キングジョーみたいですね。キングジョーや、キングジョーですね。思い出したわ、キングジョーや。
知ってるんや。僕めっちゃ知ってますね。ウルトラマン。めっちゃ知ってる意味もわからん、はい。うん、意味は。いや、世代。世代っていうか、その物心ついた時に図鑑に怪獣図鑑みたいなのあったんですよ。あるね、あ何やってんすか、何やってんすか、言いすぎでしょ、何やってんすか、何やってんすか、怪獣ちょ見せてからやりや先輩だけど、番組バカなんすか番組、番組やこれちょっと入れる、うん、何すかウーロン茶やろ、ウーロン茶やろ、あんた見切れてるから、ちゃんとだからお客様が見てるんやから、こちゃんこう見てこう、いや全力で阻止したいでしょ、全力で、ね、はい、次あの底部分のやつですよ、あもうっていうかもう濃すぎる、混ざってないんで大丈夫です、カロリーとかないんすか、カロリーないです、カロリーとか混ぜるんすか、混ぜないでしょ、キョロリ、キョロリ入るんすか、もういいって俺だけはやめてくれ、マジやめてくれ、いや誕生日の日の前のどうすんすか、まだだよ、まだだよ、なんで6時から営業なんだよ、いやいや、でも誕生日は迎えてる、誕生日は迎えてんだよ、誕生日の人を潰して何が言うの、俺今日は売り上げ上げるって、だからお客さんに全部金使わしろ、あ、じゃあもうほんまはこれもやってる時間なんかないんすね、いや、おるこう、ほんまもうバースデーだからこれめちゃくちゃええやんか、はい、だって今日はお客さんにあのめっちゃ泣いてもらって、はいはいはい、もう嫌や嫌いやってよく言われながら使わすだけ使わして、うんうんうん、ここの代金を払う毎月の毎月のそう、はい、これそんなに高いんですか、あんま高くないそんなに高い言うてもそんな高くない、俺たちがやってる同伴やアクターの方がよっぽど高いですよ、高いですよね、よっぽど高いです、まあ僕はアクターしないですけどね、アクターしないですね、おとしないですよ、確かに この間なんかあの豊間っていう定食屋行ったらいたんすよ、この人、何嫌がってんすか、いや、びっくりですよ、たまたまですか、何がすごいかって一人でいるんですよ、一人で、別にご飯一人で定食屋なんか一人で行ったの別に、いやいや、あの仕事帰りに代表が、はい、こっち代表ですよね、はい、代表が一人で飯行ってるって結構俺もあるか、あるでしょ、せいさん、僕なんか帰り道にあるか、ドナイヤあるじゃないですか、あそこのドナイヤであの寝てたっていうのを結構目撃してる人は多いです、え、今は今はないですけど、昔や、ま、前に、はい、ベロベロになって一人で気づいたらドナイヤで、うん、俺ね、よくあんね、そのなんか、はい、気づいたら飯屋で寝てるっていうの、はい、あで、食べて寝てるねやんか俺、はいはいはい、それ覚えてないからまた頼むねん で、その後に家帰ってきてピザを頼むとか、だから太るんじゃない、それや、絶対それや、なんかめっちゃダイエット頑張ってたのに、今はやってますよ、今だからの体脂肪3%痩せましたよ、確かに、はい、いやっていうかめっちゃ綺麗なトークっすね、富山の話とかも綺麗ですね、いや俺一人でいて3人誠司さんのお店の従業員がいて、はいはい、うん、言うとじゃんけんやからって、いやいや、もうその時点でその時点で俺はもう負けたら 3人分なわけよ、うん、もうそうですね、俺は別にやらんかった、いやいや、おかしいやん、もうまずそもそも、うん、あのデメリットしかないな、デメリットしかない、うん、結局俺負けてで、俺なんか知らんけど、知らない新人のあの子まだ続いてるんですか、続いてる、何君でした、あの、まもこちゃん、あじゃあいいですけど、その子がはい、その子とマネージャーと俺の分4人分やね、合計4人分払ってくれたね、そうそう、ありがとうね、なんかね、いや、うん、おかしいなと思った、おかしい、だからね、あの別にそういうつもりじゃなかったけど、なんかね、言うと払いたいみたいな、払いたくないでしょいや、どちらかというと怒られたい側ですからね、僕ね、なんかね、どこで選んでいいか分からんねんけど、はい、その代表やんか、はいはいはい、代表です。代表やん。はい。別に同等やんか。言ったら。そうやって思ってくれるのはすごい嬉しいですよね。ちょ、なんなんと。都合のいい時だけなんかあの先輩になんかちょっと出しなよ。今まで後輩の僕が出すのはちょっと。ええ。一応この敬語使ってる分はあるじゃないですか。敬語はフリーザでも使ってます。フリーザでも部下に敬語を使ってます。じゃあもう OK やね。あれが一番争いが少ない。フリーザ飯食う時は後輩の出してるでしょ。ザーボさん、これ持ってきなさいみたいな感じ、はい、だからウリーザが出してるでしょ、ウリーザが出してる、給料出して、怒ってもらってんすか、あいつもう怒る怒らないじゃん、代用すぎて無理やろそういう概念ないやん、はい、まあでもウリーザが出してる、ちょっとかっこいいですけどね、出してたらあいつ何食ってるやんな、何食ってるでしょうね、ウリーザ何食ってるやんな、色的にね、あのベジータとナッパが来た時覚えてる、あ、
なじゃあ来た時じゃないわ、ラディッツが死んで、はい、あのまだサイヤ人2人残っていると、はいはいではいはい、今から来るからっていうのでそのスカーターでこう通信してたから、はいはいはい、なんか異性のところでこうなんか聞いたかよベジータみたいなナッパが言ってて、はいはいはい、なんか栽培マンみたいなの食べてたよこのシーン覚えてる？いや知らないです、覚えてない覚えてない覚えてない、こいつ人肉食べてんのみたいな。あ、人肉食べてたんすか？人肉っていうかその異星人のこのなんか人肉食ってるみたいな。それは強いわ、覚えてない、それは強いわ。ドラゴンボールで誰が一番好き？俺ですか？ CM ホストなめんなよ、掃除なめんなよ、タバコの火なめんなよ。すごいじゃん、すごいじゃん、すごいじゃん。経験者大募集。自分のことばかり考えてた俺が今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。おしぼりをティッシュでいけるかしら。いやーこれはすごいですよこれこれティッシュでいけるのかな。アホでしょ。いやこれ多分見てない、まあ何よ、 CM 中にすごいね、もう放送事故あったんですけども、まあこのお酒があるじゃないですか、もうこの濃すぎるって、この濃すぎるお酒をあのせいさんが試しに飲んだら、こいつが飲ましてきたんす今。吐きましたね。見てましたよスタッフさんも全部。いや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 、そうもうねって言ってましたねこれ。ほんま悪い男っすよそれは。ほんまにそうやって。なんて誕生日やね俺。なんで、まあまあまあ、そうすいませんすいませんすいません。誕生日やっぱハプニングが潰そ そうとしてる意味が。いやいやいや、でもそうっすよそうっすよ。そう295番さんナンバー。そうですね。ナンバー295。あそこで言うと初めて聞いたもん。セイさんが入れたのは悪いっすよ。ナンバー295。ナンバー295さん。セイさんが入れなかったら別にこうならなかった。セイジが入れたから悪いって言ったんだけど、セイジが入れたからで悪いじゃない。飲ましたい方が悪いじゃない。いや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 。入れたらその飲めなかったらええやんか別に。いや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 、何言ってんの。なんか私台所で刃物使って野菜切ってたら、そのなんか後で入ってきたやつがそれで殺されたら、なんか刃物使うやつがあるみたいな。そう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 、それは危ない。身の回りに自分がこう置いてる方が悪いみたいな。置いてる方が悪い、そのやつが悪いでしょ。そりゃそうですよ、どっちも悪いですよ。ざまってないで何番さ306306 誰に口聞いてんの。306さん政治グイって言って、もういいからお前やめろ入れるな。俺はもうその、 時間外では飲まないことにしてる。分かったよ。飲まないことにしてるから。だからもうそんなに入れたらダメだって。いいから飲まないことにしてるから。これホストで結構お酒は普段から飲んでてもこれはあかんよ。普通に体壊れちゃうよ。今日嘘を発見しましょうよ。はい、嘘。なんかこういうのも使ってみたかったよ。なんか、じゃあうちのね、はい、一部の、はい、しょうもないやつらはこういうので遊び始めるんですよ。そうですね。でも喋ることのやつはこういうのでこう、いきなり何も言わずに、これすごくね、これ何がすごい何がすごい。だからそれはあくまでもそう言ってるのが好きなだけで、顔なんです。だからこれちょっと持って、はい、今から全部丸を押してもらいます。はい、質問するんで、はい、でクー、はい、俺と一緒に、はい、丸を押してるけど×のやつもあんねん。はい、それを嘘を見破りましょう。わかりました。わかりました。はいはいはい、はい。そんな質問コーナーで、ゆうとくんの年いくつ今。俺ですか。うん、24っす。24ね、若いなぁ。24の代表って、店舗でセックスしたことありますか。どっち。いやいやいや、ちゃうちゃう。いやいや、お前が答えを求めんねん。だから全部丸押さない。ああ嘘っぽかったら俺は突っ込むから。オッケーオッケーオッケー。全部続けときます。はい、はい、じゃあ次の質問いきましょう。もう一回聞いていいですか。はい、なんで店で、はい、セックスしたことありますか。じゃあそういうひねりは本当にダメよ。
で、あそこ特殊やんか、あの浸水のビル。なんかそこまで言う？トイレあるやん。ありますあります。あのビルの階数ごとに。はいはいはい。セックスしたことありますか？この質問が悪い。質問が悪い。ほんまに。悪意しか感じない。悪意しか感じない。言いたいだけ。全然丸ってやったらもう知らない人からしたらもうよくわからん。ほらめっちゃ。わかった。なんで俺を。お前やろ。ですよ。じゃあ俺のやつは求めてないから。求めてる。求めてない。求めてる。マジで求めてない。あいつら文句しか言えないから。そう仕立てたんでしょ。いや、いいよいいよ、仕立ててないよ。もうちょいこうやってやる。はい、OK です。ジュディマリは好きですか？おキャバクラは好きですか？自分は好きですか？ビルでセックスしましたか？お前はちょっとな、まんざらでもなくないやそれだったら。なんでって言ったんだよ。そういうの。違う。なんでって言ったの。めっちゃ求めてる顔してる。いや違う。求めてたとしても A はいらないの。めっちゃ求めてる顔してるから。A って言ったら。めっちゃ求めてる顔してる。欲しがってるから。誕生日やな。違うよ。 A はあかん。 A って言われたら。じゃあそんなんこっちあるんやろ。じゃあもう。じゃあ。もともとセイジさんうちのあのビル同じ箱で働いてるじゃないですか。その時違う回でお客さんとセックスしたことありますか？早い答えが分かってる。何回で3回でしたことはありますか？5回ですか？なんか聞きたいことある？自分の上司の。そうですね、いやいや来いよ。栄養中に抜け出してキャバクラに行ったことがあるか？いや成獣って呼ばれてた頃とかあるんじゃないですか？成獣成獣って言われてます。ごめんけど俺あんま叩かれへんからね。ホスラブとかでしょ。はいはいはい。僕だって自作でみんなで叩かれようって言って、はいはい、お客さんと一緒に作ったやつのケツの穴にほうれん草が出てきたりとか大体にもかかわらずするやん。別の人の話題がすぐ聞いますね。上がることないね。でもなんか俺もわかる。それなんか叩かれたくて作ったことあるかも、うん、誰かと。かもってなんだ。なんかそんな記憶が。僕でもね、ホスラブあの18の頃最初回、はい、あの東京来た時に、うん、18とかかな、うん、僕自分で作ったっすね。コスレっすか？なんでコスレが欲しくて、めっ歌舞伎町に来た、めっちゃ売れそうなホストをここに現るみたいな。ソウルの政治を応援しようみたいな。ちょっと女の子ぶってね。女の子ぶって自分で。だからその初めてできたお客さんと一緒に作ったんですよ。これこういうのがあんねん。いや、まあまあまあ、それはいい思い出じゃないですか。こういうのがあるんだみたいな。あんなもうお客さんに LINE とか、LINE はその時なかったんで、あのメールとかする前にもう、逐一ホスラブ見て、はいはいはい、自分の評価を見るっていうのが2回あったんですね。ちょっとわからんでもないです。自分の評価ってこう自分で思っててもわかんないですからね。でもね、あのすぐやめた。もう多分だからだいぶ見てないですね。8年ぐらい見てないです。僕一時期すごい見て見すぎて。好きそうやもんお前、うん、もう見すぎて、あのあれですね、あまりにも見すぎた挙句、あの、うん、僕が叩いてるんじゃないかなっていう。あの実際どうなの？実際叩いてないんですよ。実際叩いてないっていうか、でもあれ言われてることは本当でしょ？言われてることっていうのはまあ8割ぐらいじゃないですか。いやね、結構当たってたりするからな。まあでも日のないところにね、煙は立たないです。意外にペンってなる。なんなかったっすね。俺もなんかペンになるかな思ったら。あかん。まあとりあえず飲んで。じゃあ飲んだあかんっすよ。ごまかしたあかん。そういうのよくない。食うと同じようなことしてるな。やばいで。せいじぐいぐい飲むねー。いやいや、酒入ってないじゃないですか。でも、せいじさん。ごめん。ね。うん。こう、やっぱね、質問とかが、ちょっとキワいところ本当に聞いてる。いやもう、ギリギリの。それが面白いねやん。うちの番組の醍醐味やで。そこなんですよ。それが当たり前みたいな。そう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 。このタイトル何？この
え、そこのけそこのけ政治が通る、そこのけそこのけ政治が通る、おお、はいはい、タイトル通りに行ったこと一回も、そこのけるところまで行くんですよね、もう、ね、ちょっとネーミングセンスちょっと出さないですか、どれがどれが通るって誰ですか、何が通るって通る、え、そどういうことあんた頭おかしいえ、そこのけそこのけ大体わかるやん、あー、そういうこと、通るって誰の名前ってクーとかの人の名前とか言ったーだからちょっとすごいな、ちょっと名前ダサいよ、え、これあれですよ、北斗晶さんのパクリです、あ、そうなんですか、うん、のブログを鬼嫁が通るっていう鬼嫁が通るっていうのやつもパクった結構ね、他の番組とかも、ね、だいたいパクってるでしょ、あ、そうなんで、僕もパクろう思ったんですけど、はい、名前なかなか決まらなくてね、難しいですもんね、スタッフさんが名前くれ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 せかされた時に俺たまたま北斗晶さんのブログ見てじゃあこれでいいじゃないか、そうこれでっつって、でもなんかよくあの、うん、店舗の名前も変わったりとかする時あるじゃないですか、はい、どうしてるんですか、名前考えてるんですか、自分で、俺ね今回分かんないのよ、誰あのサロンってつけて、そう俺もサロン、僕も分かんないです、何サロンって、いや俺は他店なんでそんな言えないですけど、グラミスって何なの、グラミスは意味ありますよ、意味あるやろけど、なんかグラミスって何なの、バラの種類の名前です、春の夏秋冬どの時期でも咲くバラが唯一グラミスキャッスル、めっちゃいいいいやん、いやいやいや女の子、どこのバラな、あんたのどっかの軍隊から脱獄したみたいな、なんかわかる、めっちゃイケメンな、めっちゃイケメンな、どれ俺何、そう、上着520円やろこれですか、いやもうちょいします、もうちょいする、はい、中何着てんの、シャツ着て着て、もう一回着て、回らんでいいから中入れや、中シャツリバーシブルサロンって何なんですか、サロン知らんねん、ヘアサロンとか、ヘアサロンの、ああそういうサロン、そういう場所だ、うん、俺知らんねん、まあいい名前ですけど、ね、多分安らぎって意味だと思うんですけど、あ、そうなんや、はい、いい名前じゃないですか、調べたんですよ、1分前、グラミスよりマシやな、意味合い聞いたら絶対グラミスの方がええわってなるでしょ、お前に何のバラが持てんねん、何でも申しますなあ、何でも申します、なんでちょっと切れてるんですか、バラの茎の部分やさぎやさぎ、なんでちょっと切れてるんですか、切れてないよ、だって俺怒ることないよ、まあ、あのグラミスまたあの、あ、皆さんいてあげてください、はい、まあ、うちも来てっていうか、うちに来てとか言って来た試しないんで、もうどうでもええわ、ね、お前らどうでもええわ、いいね、オッケー、いやいや、でもね、とりあえず今日はそうだよ、はい、誠司さん誕生日、今日はそうなんです、誕生日なんで、うん、皆さんでもう祝ってくれたら嬉しいですね、うん、今日聞いてくれたら俺からシャンパンあげるよ、はい、逆にいや、33歳ぜひ、ください、ありがとうございました、バイバイ、そむいてビクビクしてては、つかめないような心、歯食いしばって胸を張って、茨の道行け侍よ、強くなれ強くあれ、自分に負けない心持って、産んだ子供養いこの国を背負う侍たちよ、強くなれ強くあれ、自分を生かした道を持て、夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ、この番組はロランのスポンサーの提供でお送りしました。